1万円生活を、ね、お願いしたいと思います。今日の1食目ですね。うまそう、はい、すごい豪華。これで200円。じいちゃんちの棒長言うやろな。レンタローです。宇賀神です。秘密基地です。はい、今日は宇賀神シェフ企画でございます。前ね、岸くん家にいた時に、うん、7食1000円生活っていうのを宇賀神やってくれて、うん、あの時は本当にもうこの家買う前だったから貯金と節約ね死ぬほどやって、うん、でその1000円で7食を宇賀が作る企画を取ったんですけど、取りましたね。まあ僕らもこの家も買ったし、うん、貯金節約の縛りからもう逃れられてると。でさらにちょっと最近ね、ありがたいことに YouTube の調子も良くて、まああの企画のちょっとスケールアップ版をねちょっとやりたいなと思いまして、今回は宇賀神さんに7食ポケットマネージャー1万円生活を、ね、お願いしたいと思います。マジですか。7食大変よこれ。意外と実は普通に1週間1000円っていう縛りの方が楽。え、むしろえ、いや無限大なのよ使えるものが。選択肢が多すぎてむずい。別に全部牛丼屋いけるもんね。7食、うん、全然いける。で貯金してあとはウガポケットマネーになるから。まあまあでも昔次第です。まあとにかくこれで7食作ってくれって話よ。わかりました。全部同じでもいいの？7食とも全部同じでもいいの？まあウガのプライドが許すならさ。じゃあええだ。スタズタにならへんの？料理人としては目先の金でしょ。まあやります。ちゃんと7食お願いします。はい、でも考えてんだべ。ちょっとは昨日ささらっとさ、そういう明日撮るから、うん、なんか考えといてって言われて、大まかなね構想はちゃんとしてきましたよ。ほう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 。あんまテスト勉強してないよみたいな感じ。いやいや、しないしないしない。入念にもう立ててあるけど、うん、計画は別にテスト勉強今日してないけどみたいな感じ。いやいやいや、めっちゃしてるとかじゃない。めっちゃしてますね。してない。まああの別に7日間3食、まあ、21食とかやってもいいんだけど、うん、あくまでも今回は前回の7食1000円生活のスケールアップ版なんで、うん、今回は7食でちゃんと1万円を使ってください。そうだ、あの時も結局、まあ、企画としてやったから3日間で7食みたいな感じで、うん、そうそうそう、昼夜とかそういうことか。そうそうそう。で1000円でこんだけの料理ができますよっていうのを、まあ、視聴者の人に伝えた企画だったから、うん、まあ、今回もまあ1万円あれば7食こんなのができますよ。まあ紹介はね、いや正直ウガめっちゃさきつそうだったな、あの節約生活って。飯なやっぱ節約した分さうまそうにはならないわけよ。本当に元気なくなってきたけど。大丈夫、今日お前こんなにあんだよ。大丈夫かウガ。こんなにあんだからね。ありがとう。ダメだぞ、あの一回これを増やそうとかいう考えになるんだよ。え、やばいやばい、いや抑えろ。サンドに入金して抑えろ抑えろ。パチカスとしての本能が。はい、まあ、元ね元ね元パチカスとしてのやっぱで、まあ、昨日ねも言われてて、うん、まあ、今日もう1食目は用意してあるんで。素晴らしい、はい、あ準備してんじゃん。当たり前よ、僕ら今から買い物行ってとか言ったら大変よ。普通に考える時間くれっていうね。1食目も早速食べましょうか。ありがとうございます。はい、ペコペコです。え、大丈夫？何？ロレツ回ってない？ペコペコです。ペコペコですね。はい。もう回ってなかったよね。回ってなかった。あれ、なってた。嘘つけよ。なってたよな。嘘つけよ。いや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 、悪や悪や。悪や。でも回ってはなかったよ。どんな感じだった？だからブルブルブル。お前もやで。お前の方が悪やるわ。やるわ。やりたいだけやん。作れ。行ってくるわ。お願いします。はい。できたよ。早っ。早すぎ。作ってただろお前先に。おお、はい、お待たせいたしました。今日の1食目ですね。うまそう。何これ。いやー、まあ1万円もねもらっちゃったから、まあ1食目はね、うん、お手柔らかにということで、料理名こちら、こちらです。ここは考えとけよ。なんでだよ、なんで昨日レシピだけ考えて料理名は考えないんだよ。冷やしトマトラー油そば。
入れたものの名前を並べました。料理そういうもんやもんな、大体な。結構早かったけど、どうやって作ったの？ね、これ作り方はね、麺茹でます。で、麺茹でたらガーって水冷まします。はいはいはい。で、そのお湯で豚肉も茹でます。ほう。で、豚肉は入れたら火切ってください。すぐ美味しく仕上がります。で、次はタレ。これはもう調味料混ぜるだけです。鶏ガラの素とニンニクチューブ、豆板醤、ポン酢、ラー油、カットしたトマト、オイスターソース、これを混ぜるんですけど、オイスターソースを混ぜるのが甘さが出てポイントですね。で、まあこれ盛り付けて完成。簡単でしょ。もううまかった。早いな、食え。こちら500円です。おお。ここでもいい匂いする。めっちゃやばい。うん、香ばしい匂いする。うわ、いい香り。食べよう。食べましょう。いただきます。いただきます。一食目。一食目。これ2人で500円。2人で500円。安くね。安いよ。安っ。お店で食ったらな、うん、700円ぐらいする。700円するよな。期間限定夏のメニュー。絶対期間限定。これはねえ、ねえ、グランドメニューではない。そう。うまっ。うまい。うまっ。マジでうまい。とんでもないもん作った。うん。宇賀市場一番うまいと思う。嘘でしょ。500円が、うん、出ちゃった一番。うん、更新していく。あ、結構辛いね。辛いでしょ。辛い辛い辛い。俺もびっくりしてる。ちょっと豆板醤入れすぎた。豆板醤は意外とあれかも。入れるよ、好みで。うん、ラー油も。でもこの辛さとトマトの酸味のところがベストです。マッチしてます。500円でしょまだ。うん、20回できるやん。ペース大丈夫。大丈夫だよ、ちゃんとこっから考えてる。うん、上げていく。節約レシピと間違ってるわけじゃないんや。まだ節約癖抜けてないんじゃない。1食ね、1000円以上かけるって意外と大変よ。確かにね。飲食店で1品頼んで1000円以上って相当高いよ。確かに。それ手作りって相当だから。まあでも大丈夫よ、いろいろ考えてみますので。このね、レシピはね、ほんと皆さん真似してみてください。ほんと美味しい。インスタにあげていきます。多分多分つけんな。多分つけとけお前。逆に多分多分。食ってみ。いいんですか？いっちゃってよ。マジうまいわ。いただきます。うん。こうです。うわ、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいでしょ。結構味濃いから運動会の夜とかに食いで。うわ、いいね。伝わんねえだろ別に今の。いいね。シェフが伝わっちゃった。伝わった。あ、いいね。運動会の夜食いてえわと。めっちゃ美味しい。メンタロウさんは今何を。今僕らのトイレ扉がね、代理の仮のね、仮のもの、ふすまね、プラプラのふすまの扉なんですけど、超つげでねつけてたの。うん。この前ウガがいきなりうわとか言い出して、何かなと思ったらぶっ壊してました。カパカパやもんな。下がもう外れたのと、なんかそれと同時にあいつ電球割りました。パリン言ってたもんな。うもうやめろよお前。すまん。マジで。でね、このね、裏がね、実は支柱が入ってなくてベニヤに打ち付けてんのよ。うわ、もうカパカパだから。文化祭の壁の音してる。お化け屋敷の壁の音。こういうのもさ、実際普通の家だったらこれを直すのもまたさ、お金かかったりして。せやな。古民家だからこそ自分で直してっていうのも楽しみ。醍醐味でもあんのか。じゃあそうそうそう。すーやな。あ、いいんじゃない。あ、来た。すまんなマジで。なんでこれバコンってなったん。いや、俺うんちしてたんよ。うん、うんちしてお尻拭いてさ、流そうと思ったらさ、耳でさ、うんにゃーんって言うからいるからさ。いるね。こう座っててケツ拭いて、うんにゃーんってやるから、うん、ファンってやったらちょうど電球になる。パーンって叩き割ったん。ほら、頭があるかじゃなく、うん、で、その音にびっくりしてその音にびっくりして俺はこっちにわーってなって扉が壊れた、うん、っていうのが全貌。やべ、お湯沸いた。
気まぐれかあいつ。でもこの前さ、焼き鳥くんもさ、このトイレ入ろうとしたらさ、うん、こんなでっかいクモさ、めっちゃでかかった。まあ虫嫌いやけど、別にそんな声上げることないやん、うん、めちゃくちゃ声出した。あれは怖い。めっちゃ速いよね。こんなんでめっちゃ速いよな。めっちゃ速かった。ここがさ、もうガバガバやん。ここまでクモ入れるよ、このサイズまで。最大はね。そうそうそう、最大全長ね、それが。すごい感じ。結構あっという間に治った。まあまたどうせ壊れると思うんだけど、今後ねこっちの壁をまずどうにかしないとこの問題は解決しない。うわもう治ったから。はい、なもう治ったから壊すなよ。ありがとう。怪我はすんな。あお。聞こえたんかな。聞こえてないと。聞こえない。あくびするし、お腹鳴ってるし。よう気づいたね。何してんねん、ほんまに。撮ってんだよ、今もう。切り替えてよ。はい。はい、2食目。2食目、これしこう。こんなノリやったっけ。でも、俺らはもともとこういうノリで部活撮ってきてる。部活はね。いや、部活はね。これしこう。じゃあ、2食目はこちら。来ました。マンサーです、マンサー。サンマ。はい。まあ、秋ということで。はい。嬉しい。釣ったから0円ですね、これは。釣ってません。あ、釣ってない。釣れない。あ、スーパー。サンマ釣りって聞いたことない。サンマ釣り聞いたことない。僕の小学校1年生の頃の誕生日プレゼントです。サンマ塩焼き。お母さんに頼んだ。それぐらい好きなんですよ、私。恋人や、ほぼ。本当に抱いてた。ほぼ恋。抱いてた。抱いてた。くさそう。くさそう。確かに。くさそう。でもまあ、サンマといったらね、塩焼きとかあって、お刺身とかだと思うんですけど、まあ今日はサンマのちょっと料理を紹介しようと思いまして。おお。これも有名っちゃ有名だけど、まあ、サンマの梅しそ巻きをやっていきたいと思います。でもさっきラーメン食べてから、部屋のね、こといろいろやったりして。トイレ直したし。トイレ直しました。前で。すいませんでした。やめてくれな。気をつけ合うが、あれほんまに危なかったよな、めちゃくちゃ。本当に危ないんだから。本当に危ないんだから。気をつけて。で、まあ今夕方の4時ぐらい。もう雨だからね、外作業とか全く何もできないんですけど、お腹はね、何もしなくてもすくから、サンマでちょっと いっぱいやっちゃおうということで、おろしていきます。いっぱいやっちゃうの。いや、いっぱいやんねえよ、嘘ごめん。あ、で、サンマのちょっとおろし方教えたいと思います。まずは、頭を取ります。サンマの内臓のね、テクイ取り方。頭取ったら、プニって押します、ここ。ここプニってちょっと出るじゃん。これを包丁で優しく押さえて、ビュッて。ウィー。おぉ。気持ちいいやろ。すげえ。気持ちいいやろ、これ。ドローンってなった。ドローンって取れるんだけど。これで綺麗に取れる。で、頭とか内臓食べたくない人は、これで塩焼きにするとね、お腹も切ってないから、身崩れしにくいし、これでやってみてください。ほぉ。で、なんでこんなブリーンって綺麗に取れるかっていうと、サンマって胃のない魚なんですよ。そんなやつがいいの。そう、食ったら腸なの、これ。だからめちゃくちゃ消化されるのが早いというか、サンマってこの綿っていうのは胃で食べ物が残らないから腐らない、つまり内臓が食べれるってことなんだよね。だから今日はこの内臓を使ってソースを作っていきます。この苦いところ、これがね、苦くないよ、そんなに。レンタルも好き。好き。内臓いや、結構苦手な人もやっぱいるやん、うん、癖があるし。そう、やっぱ苦いは苦いけど、他の魚とかに比べると苦味はね、抑えられてるというか、ブリーンと。俺好きになったらほんまに大人やな。ちょっと俺洗ってくるから。木も捨てとく。ダメだろ。水で洗ってきました。まあ、3枚に普通におろしていきます、今回は。で、お腹を割っちゃうよ。骨がこうまっすぐ入ってるから、あてがって、あてがいっちゃうす。すいません。やりたくてしょうがないんだから、あてがいっちゃうんすよ。気づくの遅かったしな。あてがって言い切ってかないから。ピーッとね。おー、すごい。まっすぐ包丁を滑らしていくだけ。音が大事、もしかして。うん、すごっ。はい。あら、綺麗。美味しそう。もうこれだけ。サンマおろすのこっちも同じ。まっすぐ照明つけました。暗くなるの早くなってきたな。めちゃくちゃ早い、ほんまに。7時ぐらいまでずっと明るかったのにね。急に一気になんか暗くなったよな。天気悪いってのもあるけど、にしても早いよ。早すぎる。はい。サンマさばいて、腹の骨だけ取りました。でも中骨もね、本当は細かく取った方が食べやすいんだけど、今日はいや、めんどくせえから。野郎どもが食うから。そう、1枚もろといて。1枚もろといて。 お客さんからクレームが入ってる。小骨食っとけな。小骨食えてサンマだからね。
で今梅干しをね剥いております。サンマと梅のね相性抜群なのよ。宇川はだって梅干し大好きだもんな。一番好き。抱いてたんやの昔。そう抱いてた。俺はサンマを抱いて、うん、俺は梅干しを抱いてどっちも嫌な匂いすんな。そんな寝るにはちょっとちょっと嫌だね。寝るには向いてない食材。どっちを寝るとき鼻に詰めるかって言われたらちょっと迷うもんね。際どいね。僅差やなこれは。どっちも嫌なところがある。嫌なとこあるね、どっちも。よし、こいつらを巻いていくと。シソをこのっけて、梅肉を乗せて、で梅肉がねしょっぺーからよ。まあでも酒のつまみにするんだったらまあちょっと多くてもいいかな。梅チューブやるとねやっぱ美味しくないね。あ、そうなん。美味しくない梅チューブはちょっとね俺はねやだね。ほんでくるくると。結構繊細な料理ですねこれは。うわいいね。刺すんだ。うん。あ、おしゃれで、これをね天ぷらにしたりとか、うん、カツにしたりとかも。これをそうそうするんだけど、うまそう。今日は普通に焼きます。はい、すごい豪華。これで200円。贅沢でしょ。いやーすごいぜ。はい、じゃあサンマの準備できたんでソース作っていきましょう。メインですね。はい、見せ場。見せ場ここが肝ですね。今ね飲み込んだのに言っちゃうんだ。いや別に今の良かったよ。今の良かったよね。良かった。で俺が言ったら絶対さ、うわうわとか言うんでしょ。言わん言わん。言ってみたら、まあ、このね、肝を使ってソース作るのが肝です。うわこうなるこうなる。でソース作っていきます。あ、もう豪快にズドンで。ズドンで綿2個に対して料理酒。そうか、こんだけ少ないのか2匹分っつっても綿は。そうそうそう、大さじ2。今回は、はい、調味料に関しては値段の換算には入れてません。まあ、前回もねそうだったから、ちょっとねそこまでやるとね何点何円までいっちゃうから。そうそう、醤油大さじ1で、みりん大さじ1きたで、味噌小さじ2ぐらい、お砂糖小さじ1。よし、これ火にかけていきます。うわめっちゃいい香りしてきた。やばい、ふつふつきたね。うん、ソースっぽい。めちゃくちゃだからソースやん。えっぽいじゃない、ソース作る。あ、これソース。そうだよ。ソースできました。このとろみね、邪悪ですねこれは。これ邪悪だね。これ犬に食わせたらキャーンでしょ。意味わかんない。食わせんなよ。じゃあソースできたんでサンマ焼いていきましょうか。いいですね。じゃあサンマね、これ1個して焼いていきましょう。小麦粉です。片栗粉でもいいです。油引いて焼いていきます。ズドン。チュー。お、セルフでチュー。じっくり焼いていきますよ。でこの2串で400円って割と高いよ。いや結構豪華よ。うん、贅沢贅沢。小麦粉を打ち粉して焼いてるんで焦げやすいんですよ。あんまり強火じゃなくて弱火でじっくり。ポイントですねこれは。はい、焦らずに。もういいんちゃう。いや焦んな。いけるじゃん。焦んな。火強くしたら。いやいや焦んな。食えるんじゃん。焦んな。よしタレかけよう。焦んなって。うるせえよもう。どっちが。おめえらだよ。そりゃそうや。うまそう。いいね。いい感じです。焼ける。いや、ズームしだね。うん、今日は眉毛に寄ってた。いい感じに。お、焼けたんで盛り付けて食べよう。はい、できました。一食目ですかね。そうです。はい、いい時間になっちゃったね。本当だね、夜ご飯になったね。うん、なんか量少なく感じるね。結構ね、精進料理になられてる。量的に言うと濃いから味が。そうだよね、チビチビ食ってもいいぐらいの。そうそうそう。私今年初サンマでございます。おえー、ありがとうございます。いいね。俺は3回目いつ食ってん。いつの間にいつ食ってた。バカ。串からはもうそうか、外してあるんか。ぐはぐは、うまそう。いただきます。いただきます。うまっ。うまそう。うまっ。これ米ですか。米一択。米一択、うん、味濃いの。濃い、結構濃いや。うまそう、最高。うん、いってみる。うん、食う。うん、あ、うまいわ。
肝ソースなんかそんな苦とかじゃない全然、うんうん、ちょっと癖のある深みのソースになってる。これが20円やっけ1個。なんでやねん、安すぎね、駄菓子じゃん、駄菓子。今回これ1皿200円だから、はい、400円です。だから1食目2食目足して今のところ900円かな。だいぶ節約癖が抜けてないようですね宇賀神さん。ここまで 5食で9100円。バランス考えて大丈夫だって。なんか企んでるもしかして。いやまだ焦んなあら、まだ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 。いや今年初サンマ、でもこの焼きじゃないのもたまにはいいわ。塩焼きじゃないやつ、うん、うまい。梅干しそんなに好きじゃないとはいえ、これはねバランス最高、梅チューブじゃ出ないからやっぱちゃんと梅干しでやってほしい。これからの季節ぴったりだと思う。みんなチャレンジ、内臓の取り方もあれやってみて。レントラさんすごいじゃん。気づいちゃった。いや気づかんわけないよな。これこれここです。いつも撮ってる縁側ここで、倉庫がこれあの峠窯を引き取ってくれる方が見つかりまして、ここ壊さないと出せなかったんよ。もうでかすぎて。めっちゃでかかったもんな確かに。だから一回壊してこの前出してくれて、今度また直してくれるらしいから。あ、そうなん、壁は一応超広くなって、めっちゃくちゃ広い。車入るな、しかもこの広さあったら。確かにマジで丸ごとガレージにもできる。全然できる。こっちもね、お粘土練る機械みたいなのあったんだけど、ここもすっかり空っぽになって。ウギはギリ入らん。いや結構ギリギリだねこれね。パッツパッツで入れたら人出れへん感じで入れる可能性は。ギリ入れるかもしれないね。ここもなんか有効活用したいね今後に期待、で今からやろうと思ってるのは倉庫とは関係ないんですけど。関係ないか。おや、ジェージフックやん。好きだね。まあ、いつもね洗濯物を裏とかに干してたんだけど、雨しのげるし、ここ日も当たるし、ここに物干し竿あったら便利だな。絶対便利。ずっと思ってたんだけど。確かに。なかなか手つけずに。手つけずに。今日はここにジェージフックで物干し竿を固定するのをやろうかなと思ってます。ああそういうことね。もうくっつけちゃうと。ちなみにウガは何してんの今？三色目かな。作ってくれて、7品企画3食目を。もうすげえいい匂いするもんな。うん、出汁の匂いする。うわあ、どれぐらい？いそう。もしかしてできた？完璧じゃん。5分で5分でできるのにずっと手つけないんだから。これでね、あっちからの絵も多分映んないし。そっか、隠れてくる。向こうからね景観は損ねずに、損ねずに機能性は抜群と。おお、僕は知ってる。これが伸びることをね。めちゃくちゃ伸びるから。いけるんですよ。あっちもやんな。こっちも伸びちゃうから。どんだけ。15人家族やんこの長さ。俺の孫がここで一緒に住むってなってもみんな大丈夫。じいちゃん家の棒長言うやろな。おお待たせ、ドヤ顔や。3品目。いや早かったな、だいぶ。ズドン。おお、なるほどね。3食目にして。これはうな丼。うな丼です。ほう、大変だった。嘘つけ。料理ちゃうやろ。いやいや、うな丼っていう料理名ですけど。何かもんどうなの、料理人として。それは7食7食作ってって言ったら1食がこんなんでいいんすか。いやいや、ですね、いいじゃん多分。特に返しは用意されてる。いいじゃん、かわいい。いいじゃん。まあ、でもこのまま食べるわけじゃないですよ。ちゃんとこのうなぎこれで1000円足りるね。あ、一応そこの帳尻はちょっと合わせてる。そうそうそう、外国産の安いうなぎ、養殖の。前回の企画やったらもうこれで1週間がオーバーしちゃってるって。そうそうそうだ。これを7個に分けて食べなきゃいけない。そうだよ、前回ならね。今回は1食としていけるから、強っ、食べよ、食べましょう。めっちゃ嬉しい、うなぎ。いや、うまそう。シンプルにね。ひつまぶしとかやっぱこう茶碗が用意されてる。ひつまぶしガチで食べたことないよ。ひつまぶしルール、まずは4つに分けます。はい、まず1回目と。あ、そんな風にすんにゃ。まずはそのまま。あ、ありがとう。どういうこと。8回楽しもうとした。いただきます。いただきます。まずはそのまま。なんだこの朝食は。
こんな朝食ないぜ、マジで。うわうまいそらそやろうまそらそやろ。タレはウガが作ったとかでは、あ、この前焼き鳥のタレ、うん、甘草が焼き鳥のタレでやったわ。あ、そうだ、うん、うまい、うん、食べた、うん、次で、4回のうち1回そのまま、そのまま2回目薬味、薬味わさび、海苔、山椒とか、はいはいはい、自分の好きな薬味で、3回目が出汁なんですよ、出汁。あ、もうそこで出汁いっちゃうの。そうで、4回目は一番良かったやつっていうのがやり方。へぇ、そうなんや。そうそうそう、アンコール4回目じゃ。4回目アンコール。なるほどね。でこの中でも一番やってほしいのは出汁ですよ。タルタルはいつかけんの。あ、4回目か。4回目か一番良かったやつじゃ。まあいいけど、別にうまいけど、うん、ちょっと待ってて、出汁持ってくる。おお出汁、カツオお出汁なんですけど、はい、ここでね、俺のお気に入り、ほうじ茶。ほうじ茶、ほうじ茶、ほうじ茶の茶っ葉をくぐらすことによって一気になんかすごい料亭の味で。へえ、うなぎにほうじ茶。うん、いくよ。あら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 、香って香って、うわすごい、いい香り、ほうじ茶ので、まあずっといっちゃってよ。うわめっちゃいいやん。これはこのままいただきます。だしとほうじ茶ってことじゃ。そう、うなぎにこんなことして贅沢ですね、朝から。うん、うまっ。あうまっ。うん、ほうじ茶いい、ほうじ茶いい、めっちゃいい、ほうじ茶合うな。温めたほうじ茶じゃダメなんだよ、くぐらすのがいい。うん、ほうじ茶出すぎちゃう。うん、香りだっけ。で、まあこの3品目、はい、うん、うなぎ1000円でやらせてもろてるんで、1000円でいいですか。あ、俺次第なの俺次第なの。はい、まあいいでしょう。いいですか。はい、米、ほうじ茶、だしは全て無視して無料です。無料で、はい、というわけで3品合計今1900円、あと4食で8000円、うん、2000円ですもん、使える。すごいぞ。とんでもないこと考えてんじゃないこの人。うん、サラダバーとか最後出てくるっしょ、これバイキングとか、バイキングでフルセット出てくるっしょ、ね、企画崩壊してるマジで。それで1本にしろよなそこまでするなら本当だよ。レンタル的にはどの食べ方が一番おすすめ。ほうじ茶、ほうじ茶、うん、ほうじ茶ありか、まあ、タル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 、ね、タルタル、本当タルタル作ってあげるよ本当ウガのタルタルマジうまいから、ね、マヨ期待してる、うん。ではこの後もね、まだまだあるんで、あと4品お楽しみ。はじけた、うおシャボンフルーツ並みの大きさにしようと思ったの。うわくっそプラバルーンで遊んでます大人が焼き鳥くんが買ってきてくれたから僕これ好きなんですこれをこうしてください。プラバルーン部やったんでね。ないやろ、補欠やったけど補欠補欠でこれやから。実際遠近法使って表現するとこれぐらいある。実際じゃないじゃんもう遠近法使ってそうか、実際の使い方間違ってるよね。でかい、うまいね。いや全然ちげえわサイズちょっと待ってやばい、あ、穴が開いちまった。こっからなんです、これ穴開くと終わりなんです。もう悔しい。ピッて閉じる技も実はある、そこをマジつまんで、うん、ピコッと閉じた。そう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 、お、すげえ。若干まだ勝ってる俺。いやどうだろう、互角。閉じる、おぉなんてことすんなこいつ、悪っ。ごめんマジで悪気なかったんだって。今のひどいよね。ダメじゃんお前2時間かけて作った料理をお前ガシャ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 ってやめたら一緒だぞ。それごめん、おーい、え、マジですごいわ。いやでも一緒ぐらいか。いやちょっと更新したぞ。うん、ウガを蘇生しようとしてるじゃん無理だって言ってる。えぇ、ー、あはははは、来た、いけんの強っ、すごっ。さっきよりでかくなった。穴開いてる。レンタロ閉じろ。おおおおおおおを取り戻したいけんのか。あ、やばい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 
シェフ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 そんなとこから頑張れ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 おいすまん力作をよおいまだいけるなにかをしているな宇賀神選手はい白米ですかこの企画で白米作ったらもう無料じゃん炊き込みご飯です炊き込みご飯はいうわいいねせっかくかまどがあるからさうん久々の炊き込みご飯うん自信のほどはあるでしょう、うんじゃあ期待してお待ちしてますうんでまあこれ4品目が炊き込みご飯なんだけど、はい、もう今日なんかいろいろやることあってさ結局夜ご飯になるから時間かかるし、うん、5品目も、まあ、おかずとしてもう一品と一緒に食べようかなと思ってますいやそれ4食目じゃんいやいやそれはおいえやそれ4食目だけどちっちゃいこと気にするな前がええよ前がショートでちょっと食べちゃった食べたから試食ぐらいの量になってるうんなんならあんたも食うたやろ俺も食ったうまいめっちゃうまかったうまいこれでも辛ラーメンを褒めてることになるよな俺がうまいってことは、まあ、そうよでもこの辛ラーメンで唐揚げはね、うん、前日にショートで上がってると思いますので、はい、作り方とかは、まあ、そちらを参考にしてくださいで今回これはね800円でございます800円うん、うん、鶏肉結構あったんよまあ、そうよな、うん、もっとあったんだけど食っちゃったから鶏肉と辛ラーメンの値段で800円辛ラーメン意外とするもんなするんだよね、うん、じゃあいただきまーすはいうわー食ったうん味はうまいんだよなマジで本当にちょっとピリ辛のめっちゃうまい唐揚げなの味はうん間違いなかったな、うん、失敗するわけなくねあのレシピやったらマジで麺ね麺硬て麺だもんやっぱ2個までとでまあこれに関しては、うんまあ、ショートにもあげたいなと思った実験的なレシピだったんではいはいはい、まあ、この7品1枚企画にちょっと入れてみようかなっていうので入れてみました、うん、でまあねこれ肉じゃん、うんまあ、さっきもうねちらっと見えてたと思うけどはいはいはい4品目として炊き込みご飯をはい用意しておりますこちらですあっちあっちそらそうだろできますよはいオープンおお鯛じゃん鯛の頭ほう鯛の頭で今日は炊き込みご飯作ってみましためっちゃいい鯛の香り匂いするうまそう出汁出てるね、うん、今回ねこの炊き込みご飯を作った理由として、はい、以前森さんが来た時に痛風炊き込みご飯みたいな企画をやったんですけど、はいはいはい、あれそんなことやったっけ痛風おじやろうん、だよね痛風ん、うん、離乳食やったっけおー、うんまあ、そうなんですよ離乳食になったんですよいやそんなことなかっためちゃくちゃうまかったよ、うん、あそう結果的には美味しかっためちゃくちゃまあちょっとね水多くてシャバシャバになっちゃったから、まあ、ちょっとリベンジしようかなって言って、うん、炊き込みご飯をおお因縁のじゃあ因縁の5食目見て今日は完璧なうわっうわつやつやおこげチャンスかこれおこげチャンスするその前にちょっと鯛の頭ね一回どけていいじゃあおこげチャンスしますはいおこげチャンスあ取られちゃったよお前ないいのシェフなのにな突っ込む時いくでおいノーおこげノー抜群の炊き加減でした本当に抜群すぎたすぐやっちゃうんだからこれお前本当になんでおこげない抜群の炊き加減すぎておこげがない炊き込みご飯完璧か君はじゃ完璧なのこれってなんか失敗したみたいになってるよねまあ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 捉え方次第やけどこれ大成功やからそうなんだよね確かにで今日はねなぜ頭を使ったかと言いますとねはい美味しいからです食べるとこは少ないよね安いとにかくそうやね1尾丸々使ったらもうタイなんて高いもんねそう宇賀神さんあといくら残ってると思ってるんですかこれ5やんなあと2食であそうだこの炊き込みご飯800円になります安いよだから安いって野菜が高かったあれ3500円それあと6合か、うん、6合で2食なんか企んでるじゃん絶対ねえほな4合食目の炊き込みご飯うんいただきますいただきます
もううまいやろ。タイの香りがすっごい。うーわ、日本人でよかった。うーん、うまい。この優しさなんよ。うん、結局母のぬくもりを感じます。うん、お、唐揚げ、唐揚げもいっちゃって。この唐揚げとコンタ君は合わないね、でもで今回ね、炊き込みご飯のレシピは2合炊いたんですけど、はい、まあ、人参とこんにゃくとか好きなお野菜入れてもらって、はい、そこに水を、炊く量の水の少し少なめ、 400cc なの普通2合って、うん、350ぐらいにして酒、醤油、みりんを大さじ2ずつ入れて炊きました。簡単っすね。うん、で鯛の頭一回下茹でして、うん、臭みとか鱗とか取って釜の上にボンって乗っけて炊いただけなんですけど、今回ね、鯛の頭を処理してる時に頭の尖ってるところで反撃された。バッツリ切った。焼き鳥くんの分もあるからごめん。2合ありがとうございます、うん、食べます。これでさ、まだ3500円でしょ。うん、あと6500円で2食、これが果たして3000円で仕組まれたことなのか、うん、この後、うん、はたまた同じ感じで800円とかで出てきた後にとんでもないものが出てくるのか。幻の8品目、うん、あ、そんなパターンなの。まあでも次の6品目でこいつがどういうプランを組んでるのか多分見えてくると思うんで、うん、6品目楽しみにしましょう。そうね、まあもう明日やな。そうやな。うん、おはー、ありがとうございます。腹減ったよ。うわ、腹減ったな。あ、まあ楽しみにしとけって。6食目、あ、朝食今日はじゃあブランチですね。ブランチ、おしゃれ。まあただ単に朝ちょっと遅いだけ。見てよ僕らの畑、この2列大根、あっちの2列ニンニクを育ててるんですけど、大根の葉が育ってきました。動物の森や。マジですげえわ、こんな早く入ると思わなかった。収穫がいつやっけ予定。11月中旬ぐらいかな。やっぱ60日で収穫できるっつだから、植えたのが9月頭だったから早いよ。早いよね。もうちょっとできてんかな。確かに、最悪もう引っこ抜けば世界最小の株できんじゃん。見てみる。一本見てみる。気になるな。絶対見んなよ。いや、まだじゃない。さすがに、さすがに下に伸びていくわけじゃん。うん、ちゃんと土が耕せてないとめちゃくちゃいびつな形になるらしい。こうね、そうそう、避けて避けてみたいな。スーパーで売られてる大根ってすげえんだな。まっすぐやな。全部まっすぐじゃん。死ぬほど耕してんだな。そりゃそうよ。多分基礎中の基礎よ、それ。そっか、そっかそっか。え、これ網ね、借りたいんだけど台風、うんうんうん、台風怖いんで一回外しました。さすがにね、上陸したもん。夏終わって温度管理がしやすくなったからビニールになる可能性もある。あ、虫じゃなくね。そうそう、網じゃなくって。今後改良して、今度こそ大根は綺麗に育てましょう。大根収穫してマジで。でね、2人で。あー、いいやん。大きな株じゃん。あれ株やな。それ株、千葉中の人集めて。絵本の読みすぎだよ。絵本の読みすぎなんて言葉あんのか。それぐらい大根大きく育てようよ。よし、じゃあまあ俺はブランチ作ってきますよ。今日で終わるね。3000円ぐらいかけてもいいブランチ。そう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 、まあ普通にフルコースの可能性もあるから。いやとしたら絶対こんな余裕持って株がどうとか大根がどうみたいな話してないよ。確かに、だから仕込みで大変だよ。必死で作ってるはず。まあ20分ぐらい待っといてください。早っ。じゃあ俺はちょっとやりたいことあるから好きなことしとくわ。 YouTuber か。好きなことして生きてる。どこで何をどうしようとしてるんだ。できたんか、お前ブランチって言ったらここやろ。聞いたことねえし。テーブルちっこ。え、何、すごい車中泊生活思い出す。確かに。ピクニック画角。来た。はい、6品目。ででん、鶏のわさびマヨ焼き。うまそすぎー。いっちゃん好きなやつ。いっちゃん美味しい。いっちゃん美味しいよ。まあこのね、はい、鶏のわさびマヨ焼き、レンタル食ったことあったよね。あるね、あるよね。俺よく作るんだけど、うん、ザ・まかないっていうね、俺のお箱のまかないです。はい、みんな大好きなのよこれ。
大好きです。米進むし。でこちらが今回800円かな、野菜入れて。え、もりもりよ、肉とか。ね、肉結構やった。あれ？え？ここまで合計が3500円かな、今だったのが4300円になった。おお、6000円残し。はい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 。まあもうここまで来たら分かっちゃうよね。最後飛び切りのが待ってます。そういうこと。そういうこと。はい、そりゃそうでしょ。俺らがここ座ってから日差し強くない？ね、暑い。ずっと曇ってたのに。なんで今日雨予報だし、しかもなあ。じゃあ食べますか。よっしゃー、めっちゃ美味しそう。マチでうまそう、うん、いただきます。いただきます。うわ、うん、うん、マヨラーがうなってる。あー、焼き方がね、うますぎる。鶏肉こんな柔らかいの食ったことない。ありがとう。このね、鶏のわさびマヨ焼き、結構ポイントがちゃんとあって、はい、まあ、作り方説明しますと、鶏のもも肉に塩コショウ、うん、で下味つけて小麦粉を周りにまぶします。でこれがあのコーティングされて旨味閉じ込めます。うーん、でフライパンに油敷いて皮目を下にしてまず表面焼きますと。でひっくり返して白ワイン 50cc から 100cc ぐらい入れて、水 50cc から 100cc ぐらい入れます。白ワイン料理酒とかでも大丈夫です。で鶏ガラスープの素小さじ1/2で味付けして、弱火にして蓋をしてじっくり火を中に入れていきます。で10分経ったらここで味見して、味が決まってたらここがポイントです。火を切ってからマヨネーズとわさびを入れる。マヨネーズで卵が入ってるから火入ると分離しちゃうんですよ。しっかり火を切ってから和えるだけで、マヨネーズ大さじ3ぐらい、わさびこれはお好みです。俺は大さじ1ぐらい入ってます。これ好きな人は多めに入れてください。こんな感じで結構簡単でしょ。簡単だね。うん、うん、わさマヨってさ、人を救えるんだよ。あ、世界規模、うんうん、でかい規模になったね、話が。世界を救えるんだよ。おかわりご自由に。行ってこいスタイル。ちょ、でもこれおかわりするか7品目によるか。なるほど、この後控えてる何かが。そう、うんうんうん、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけネタバレすると、1万円もらった瞬間に、はい、7品目はこいつだ、決まった。ちょっとだけだな、ヒントが。本当に何も想像つかねえよ、お前。最初から決まってたんや。だからちょっとだけって言ったじゃん。いや、ちょっと楽しみだな。高級な食材なん？食材です。食材。食材か。それ二人で食う量ってことやんな。食える量ではある。もちろんもはや足りねえか。じゃあ一杯だけおかわりして。今の聞いたらな。足りないって聞いたら今食べないと。確かにおかず余ってるじゃん。じゃあちょっと7食目楽しみに。うん。ちょっと僕おかわりしてみたな。行ってこい行ってこい。でも皆さんこれめっちゃおすすめだから、ぜひ作ってみてください。作ります。お願いします。これね、この家にもともとあった丸太なんだけど、屋内にあって結構ピカピカだったんだけど、宇賀がお魚の調理場として今使ってるんだけど、外でな、そう、宇賀ズキッチンの魚版みたいな。そうそうそう。でこんなにいい丸太机なんてないやん。おしゃれ。だからこいつ水に強くしたいってずっと思ってて。だから磨いてたんや。そう、今磨いてニス塗ろうかな。ニスすっきゃな。ニス。ニスです。色だいぶ変わったね。すっげえ染み込むわ。ガウがさっきさ、キッチン行った時にちょっとレンタロウに備長炭の火起こさせといてって言ってた。備長炭？備長炭使うの？難易度5の備長炭。また焼き鳥？焼き鳥説ある。あれで余った備長炭7品目で使う何かしらで備長炭を使いたいっぽい。なるほどね。たくらんどった。なんかを炭で焼くと、いや、炭そのまま食らうとか、そういうイカれちまった7食目かもしれん。じゃあゼロじゃん。じゃあゼロか。そうか、買った金は。お、来た。もうコンロじゃないと起きひんな。いや、備長炭やっぱやばいよ。うわー、火いけるよ。来た。うん、いいですね。いいですね、いただきました。よっしゃ、じゃあ持ってくるわ。とりあえず用意してたん？いや、もう用意してますよ。とっくのとは。最終章開幕です。持ってきちゃって。うん、来た。お、
あぶなんか俺ちょっとチラッと見えちゃった。ちっちゃ。おえ、うーわそうきたか。カニですよカニ。料理人に1枚渡したらカニ出てくんの。そう、どうしてもね、やっぱ七輪で焼きたくて。焼きガニを。ちょっとはもう余ってるしね。うん、もうだから1枚もらった時にあカニ食べようと思って。もう企画とかいいんや。食いたいからとりあえず食うっていう。そうそうそう、だから全部それ以前の6食はカニへの帳尻合わせってことでしょ。そう、そういうこと。カニこんだけやからここ、この値段にしてみたいな。そうです。ほんとなんか1万円企画ってこういう感じじゃないんだよね、ほんとはね。いつかね、ちゃんとまあ2000円、1500円ずつみたいなのやれたらいいな。いつかね。いつかやらねえだろ。この見せられたらもうやんねえよな。今日タラバガニですよ、しかもタラバ。タラバ、え、これでいくら知ってる？だいたい5、6千ちゃん。そうだよ。そうなんかよ。いやだってもうこれで5、6千じゃなかったらズルじゃん。そうだよ。そうだよ。ポケットにお金入れてることになるから。そうやな。今までやってきたやつがいくらだったっけ。43。43でしょ。でこれなんと5800円だな。オーバーしてんじゃん。オーバーしてるよ。ちょっと大失敗。まさかの100円オーバー。はい、100円オーバーした。そうですね。じゃあまた次回1500円。え、食わずに。待って、ちょっと待ってよ。食おうよ。いやいや、もうこんな企画倒れですよ。ごめん、5700円だったと思う。確か。ちょこれで、あ、これで5700円。あ、それ100円減ったんや。あぶな、あぶねー。せーよし、じゃあ七輪で焼こ。縁側カニ七輪よ。うわ、見たことない。3大将いっちゃいんや。七輪用意できました。かわいい。よっしゃ、焼くか。焼きましょう。カニだぞ。おやつの時間にカニ食うやつらいる？これが古民家の良さよ。宇賀はさ、もう一品目の時からこのカニ決めてたわけやんか。うん、もうじゃあ結構前からカニの口やったってこと。そう、気持ち持ってきてここまで。メンタルここに合わせてきてる。マジで普通に。いやらしいですね。俺今日の朝ごはんとかおかわりしてない。してないもんね、一人で。だからやん、一気に焼けねえのか。いや、それがいいんよ、一気に焼けないのが。そうな。そう、でも焼肉食べ放題で七輪のところ結構うざいよ。うざいね。一気に焼けねえから。ちっちゃいやつな。そう、じゃあ時間と戦ってんだよ。そう、でも大体さ、ラストオーダー30分前ぐらいに腹いっぱい。パンパンなの、もう食えない。意外とな。意外と米食いすぎるとか。そう、えい、ズドン。やべえ、こんな昼間からビールやっちゃっていいんすか。てか企画としていいのかこれは。予算1万円を完全に無視した。まあ飲みとってしゃあないな、お前たちは。米は我慢します。酒でいきましょう。飲み物だから許して。いいよ。乾杯。ああ、うまいですね。これどれぐらいかかんの？10分ぐらい。なんかつまむ？お前それはダメだろ。さすがに。さすがにダメか。さすがにつまみ出したらダメだろ。お。来てんちゃう？いい感じですなあ。七輪で焼くってちょっと反則みたいなとこないこれ。うん、趣があるよな。ありがとう。そんな。おい。匂いどう？やばい、めっちゃいい匂いする。見て。え？ほら。ブリンと。くー。ブリンになっちゃってる。ブリンだよこれ。いただきまーす。うわ、湯気いいやん。マジでうまそう。これ何？そのままでいいの？ごめん食ってた。大丈夫か、これそのままでいい。これ醤油とかにつけよう。待って、キムタクいるやん。実際待てよ。キムタクいた。7品目でちょっとビールの前に。ちょっと待って、聞いてんの。ちょっと答えて。ご自身どうぞ。いただきます。もうほうほうほう、食いたいだけじゃん。あー、うまっ。うん、うまい。ジューシーすぎる。え、七輪で焼いてもジューシーね。焼き鳥くんも食べるっしょ。食いたい食いたい食いたい。いいの？でもこれ焼けてっから残しといてあげるんだ。いいんすか？当たり前よ。あ、醤油いっちゃうんだ。そうやってなんでもありなのよ。なんでもありよ。カニなんてタルタルでもいいぞ。
結局な、調味料食ってるもんなもんな、感じだな。全然違う。発動されろ。違う。違うか。さすがに。うわ、うま。身の繊維が太いよな、タラバは、うん。どうですか ?7 食。満足いただきましたか満足しましたか逆にね。この7食目が食えてね。それで言うなら、もう大満足。大満足。前が満足な俺も満足や。よかったよかった。ちなみにレンタロー的に1位は何俺の1位。7食食った中で。うわぁわさまよ。6品目。6品目。あれやばかったね。鶏肉のわさまよ。俺一口もらったけど。めっちゃ迷う。全部うまかったし、一品目もね、最高だった。油そば。はいはい、トマトラー油油そば。あれ美味しかったね。結構ツボだった、うん、あれはね、真似するべき、うん、あれマジで美味しかった、うんうん、まあ、言っちゃえばさ、全部さ、これ除けばさ、1000円以内で作れる割とね、お手軽なレシピだから。そりゃそうよ、庶民派なんだよ私。1万円なんかもやめて。みんな本当真似してみて食べてほしい。6品目は確かにめっちゃくちゃうまかった。あれ美味しいね。めっちゃうまい。あれはもうやる、俺がやるから。マジで、うん、今日紹介した料理とかもね、全部その鶏肉だったら鶏肉じゃなくて別に魚とかでもいいしね。今回はね、そんな感じで1週間1万円企画やってみましたけど、7食ね。あ、7食楽しかったし、いや全部美味しかった。マジでまたやろうよ。まあ、まだ食べきってないけど、うん、本当にありがとう。ごちそうさま。ごちそうさま。カニこそ。カニ無言になるからな。そうなのね。食ってたら。というわけで、最強の秘密基地を目指すレンタロウと、古民家でお店を出したい親父に頑張るので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ったら、皆さんぜひとも拡散よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。幻の8食目、これが。お前、マジか。やっとな、1万円企画終わったからよ。お前がやっちまうんか、それを。いや、お前正義だろ、こんなんで。全角か。うわ、えあ、いけバーナー。くーわ、あは、やっばい匂い、超いい匂いする。最終回チキン。勝ち取っていく、やばい。くーわ。香りで飲んでる。おい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 、金払え。なんでね。香りも、香りはただや。うわ、待って、はぁ、一番うまい。1位です。ダントツの1位です。出ました。うん、いいんすか、これだ。この企画はこれのためにあったんや。うん、全部伏線振り。